あ、こんばんは。こんばんは。わわわ。こんばんはでございます、皆さん。やっほー。やっほー。イエイ。イエイ。元気ですか？皆さん今日も元気ですか？元気ですか？元気よ、よかったよ。今日は私はお帽子を買ってレッスン場にいます。ちょっと練習していました。みーちゃんへ見て今元気で、えらい、お疲れ様。えらい、見せて。投稿、写真撮って投稿するから待ってて。けど今日つけてた帽子は、今日はキャップでこんな感じ。今日はね、この羊文学さんの、大好きな羊文学さんの帽子かぶってた。モコモコ着てたから、モコモコの毛がついてる。はっ、イエイ。それそう、羊文学さんの、そう、どんな帽子買ったの？えい、なんかいろいろ買った。いろんなの、なんだっけ、なんかふえっていうやつとあとベレー帽とかキャスケットとか買った。キャップもある。キャップも買った。ベレー帽買ったよ、いっぱい買った。ジーニー、そう、なんかジーニーみたいな名前のなんだっけ、あれ、え、なんだっけ、なんかうえーってやつ、こういうやつ、こういうやつ何個買ったの？ 1,2,7 個ぐらい、 7,8 個ぐらい。でも今日自分で何持ってきたのは3つぐらいで、あとはあのお取り置きしていただいたから、また今週中取りに行く。すごい、そうなの、なんか一気に買わないと私ちょくちょく買っちゃうから、なんかあれだなと思って、7,8個、え、そう、結構買いました。ビーニーかうんっていうやつ。そう、帽子ね、もうすっごい好きだからね。そうなの、めっちゃ好きだから、新会追加しちゃった。グーナイス、ありがとう、嬉しい、会えるの楽しみ。ラブ、そう、好きなんです、帽子が。帽子すっごい好きなの。そう、なんかね、かわいい、なんか帽子で一気に雰囲気変わるから、今日行った帽子屋さんもめっちゃ悩んだ。なんか 2店回ったんですけど、帽子屋さん1店では30分ぐらい悩んでもう1店では20分ぐらい悩んでました。もっとかな、でもな、結構長かったから何分か覚えてないんですけど、めっちゃね考えてました。結構悩んだ。
衝動買い、衝動買いしちゃう、衝動買いしちゃう。なんか今日行ったところ結構なんかすごかった。木島高之さんっていう、なんかここ、あ、見えなかった、ここめっちゃめっちゃ素敵なお帽子たくさんで、もう全部買いたかった。もう帽子のね、生地も好きなんですよね。そう、なんか名前初めて聞いて、結構有名なところです。ウィンドショッピング、ウィンドって何ですか。ウィンド、ウィンドブレーカーしか思い浮かばない。ウィンドブレーカーですか、もしかしてカシラ、カシラ、カシラが結構好きです。カシラ主に買ってて、ベレー帽だったらエピヌとか、ウィバース登録、いっぱい来た。そうだよね、たくさん送ってね、たくさん送ってください。見るだけ、あ、そういうこと？見るだけってこと？買わずに、あ、あるかもしれない。なんかちょっと時間ある、結構あるときに、ちょっと買う気分ではないけど、ちょっと見てみようかなって思って、フラッと行って、あー、これ次来たとき買おうっていうときもあります。カシラだと結構、そう、種類たくさんあるの。帽子を好きになるきっかけ、いつも思うんですが、質問お上手じゃないですか、本当にありがとうございます。帽子好きになったきっかけは何だろう、いつだろう。なんか明確な、なんか記憶きっかけはないんですけど、でもなんだろうな、高校3年生ぐらいになってから、あの帽子をなんか見る、友達と結構見ることが多くなってて、その時高校3年生の時、帽子が一時期流行ったんですよ。流行って友達見に行って、そしたらめっちゃ可愛いのあるから、なんか結構になんか最初はすごい短い頻度で買ってて、そしたらなんかあれも欲しい、これも欲しいってなって好きになりました。なんか、うん、なんだろう、めっちゃ最近かな。あ、でもあれがきっかけだ、あれだ。私昨年の冬に家族と長野県のスノボに行って、その時になんか冬の写真っていいじゃないですか、めっちゃ写真冬あれとはごめんなさい、なんかあるじゃないですか、なんか冬って可愛いから、なんかニット帽とか、あ、そう、ゲレンデ。そう、やった、あ、そう、ゲレンデ、そう、ゲレンデ、ここで伏線回収みたいな感じなんですけど、あの、そう、ゲレンデのところでやっぱりあのニット帽かぶるじゃないですか、ベランダやめて、私が間違えたの。やめて、本当に面白い。そう、あのあれじゃないですか、スノボとかするとあのベレー帽とかさ結構使うじゃないですか。でその時にそこで私の真ん中のお姉ちゃんがめっちゃなんかそういう小物とかすっごい好きなお姉ちゃんで、帽子とかお洋服とかすごい、なんだろう、すっごいおしゃれなんですよ、お姉ちゃん、めっちゃで、そのお姉ちゃんが使うものってだいたい私もつけたらなんか可愛くなっちゃうんですよ、お姉ちゃんのおかげで。だから、あ、こんな、こんな感じでなんか小物をなんか一生懸命選んだらこんなにも可愛くなるんだと思って、さつきちゃんじゃない方、真ん中です、そう、真ん中のお姉ちゃん、
そのお姉ちゃんに貸してもらってつけて、あ、可愛いと思って私もそっから買うようになりました。ベレー帽、ベレー帽じゃなくてなんだっけ、ムエのやつビーニーだ、ビーニーとかニット帽を最初めっちゃつけてました。でそっからいろんな種類も見出して、あ、これ可愛いじゃん、これ可愛いじゃんってなってこうなりました。お姉ちゃんのせい、そうですね、お姉ちゃんがきっかけかな、いろいろ。そうなの、お姉ちゃん、お姉ちゃんでした。ミミ好き、え、できる、スノボできますよ。でもそんな上手じゃないかも。そう、お姉ちゃんね、やっぱりね、本当にお洋服可愛いから私もハマっちゃったんだよね。なんかお洋服とかあのこういう小物にお金を使うっていう、大切に使うっていう能力を得ました。お姉ちゃんが言って、そうなんですよ、お姉ちゃんがね、もう本当に全部影響、そうなの。一緒に買い物とか、あんまり行かないですね。私本当にお買い物になるとじっくり悩んじゃうので、ちょっとあのお買い物はだいたい一人が嬉しいかな、一人かな、私の長さに耐えられる方と一緒にいたい実は今日はレッスン、今日はレッスンはなくってお休みだったんですけど、練習してました。耐える、本当？耐えれる？耐えれるかな？耐えれるの？本当に？お姉ちゃんのイントネーション癖強い。え？どんな感じだった？お姉ちゃんってこと？あ、待ってよか。ママ、あ、そう、ママは付き合ってくれます。ママ、ママめっちゃ。何でも一緒に見てくれる、なんならこれとか似合うんじゃないって言ってくれるから、ママはもう最強ですね。まあお買い物って難しいですよね、結構難しい。友達も出せる、そうなんですよ。だからなんか本当に私悩んじゃうから、ね、なんか普段はせっかちなんですけど、せっかちっていうかなんか急ぎたくなっちゃうんですけど、でもお買い物とかプライベートになると、ね、本当にめっちゃマイペースになっちゃうんです私。お仕事とかだとめっちゃあれもしなきゃあれもしなきゃうわーって言って詰め込むタイプなんですけど、なんかお休みの日とかは本当にゆったりしてるんです私。そう、実はね、めっちゃマイペース、お買い物だけは。そうなんですよ、なんかお買い物、食べるものってやっぱり大事じゃないですか。食べるものじゃない、ね、待って、間違えた、嘘嘘、まあ、食べるものも大事なんですけどお洋服も、え、なんで今食べるものって言ったんだろう、ちょっとわからないんですけどなんだろう、着るものとか本当に大事と思って。服は食べないです、服は食べないです、間違えました。いや、天然じゃない、本当に私天然じゃないです。お腹すいたのかな、食べたのに、食べたのに、食べたのにな。あ、なんかニキビできそうな予感、やだ。
服は食べ物って、認識してないです、認識してない、ただただなんか食べ物が出ちゃった。あれでやろうかな。あれでも今日ね食べたから大丈夫。お腹空いてる？あんまり空いてないです。だってこの子がいる。あ、飲もうと。フグ話してないです。フグです。あ、そういうことか。フグ、あ、確かに。安定の特徴。今日レッドブル飲んだ。私レッドブル飲んだことないです。今日は、そう、今日はジャスミン。めいちゃん麦わら帽子、え、買ってない。冬だから冬っぽいものを買いましたね。スタバの新作、え、飲んでないんです。私あのフラペチーノ、あれ絶対飲みたかったんですけど、昨日飲もうとしたら売り切れてて飲めなかった。悲しい。はい、今日はそんな感じでしたね。なんかお洋服最近時間あればなんか見に行ってます。実はなんか最近実はって言葉がなんか口癖になってる気がする。なんで、なんでよ。はあ、スタバの新作飲んでマカダミア系美味しい。え、いいな、飲みたい、美味しい、食べたい。写真会、え、そうなんです、そうなんですよ。いろいろ見てたんですけど、ちょっとなかなか難しくて、どうしよう、迷う。いつか腰からトトロのメイちゃん、え、待って、したい、え、したい。じゃあ次トトロのメイちゃんします。メイのー、メイのお弁当だ。あなたトトロっていうのね。あなたトトロっていうのね。キュウリカリ、メイちゃーん。やばい、メイのトウモロコシでも。待って、おもろい。トウモロコシ言えます。なんだっけ、トトロのメイちゃん、トモコロコシって言ってたっけ、何でしたっけ。トウモロコシ、ずこ、こけないで。カンタな、カンタ、カンタ。待って、面白い。やばい、面白い、カンタ。やばい、面白い。カンタの名前、カンタの名前じゃない、カンタのモノマネしようと思ったらなんか変な、面白かった。面白かった、カンタ。みーちゃんちお化け屋敷。イエーイ、お前んちお化け屋敷。ちょっと待って、やばい、私いけるかもしれない、トトロのモノマネ。ジブリで一番好きな作品なんですか。ナウシカラプト、一番じゃない、ナウシカラプト、トトロ、全部。隣のトトロ、トトロ、トトロ、トトロ。ラピュタも好きだね。あ、猫の恩返し、間違いない。忘れていた目を閉じて、私のオーディション曲。ナウシカは深い、そう、深い、深いからこそ好きなの。ラン
ランララララン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 ラララン。あ、魔女の宅急便、姉がめっちゃ好き。私の姉ちゃん、真ん中のお姉ちゃんめっちゃ好き。ご家族みんな、そうなんですよ、みんなジブリ好き。マジでママがめっちゃ好きで、で姉もめっちゃ好きです。ジブリパーク私行ったことあります。猫バス乗りま、乗った？ん？座りました。めっちゃふかふかしてた。そしてすみません、お名前をもう読んでいきたいと思います。10歳の方から BGM 流しね。今日はカラオケルームにいるのでどうしようかな。今日は、待って、そういえばこれさ、自分でこうやって持ってこれるんではないですか。そういえばですけれども、どうしようかな。まあでもやっぱりラストなので、猫バスってそれ、めっちゃ良かったです。ふわふわでした。ふわふわ、大きかった今。イエーイ。では本日は13位、えいにゃん、えいにゃん、ありがとうございます。えいにゃんさん、ありがとう、ありがとう。パチ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 。12位、はやりんごさん、はやりんごさん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。パチ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 。11位、ひろん、ひろん、ありがとう。今日もパチ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 、ありがとうございます。10位、金魚、金魚、金魚、ありがとう。金魚、ありがとうございます。パチ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 。イエーイ。9位、クリムゾン、クリムゾン、ありがとう。クリムゾン、お元気かい。クリムゾン、お元気、久しぶりに上がった。うわー、よっしゃ、ありがとう。パチ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 。8位、チェカマナミ、マナミティアン、マナミティアン、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。7位、マロンシャン、マロンシャン、マロンシャン、ありがとう、ありがとう。ハイタッチ、ありがとうございます。パチ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 。6位、おとねけーけーけー、今日もなめ、あ、ありがとう。けいくん、ありがとう。イエイ、ありがとう、ありがとうございます。初、えぐい、最高、ありがとう。嬉しい、ありがとうね、ラブ。パチ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 、初、ありがとう。5位、りょうけんさん、りょうけんさん、ありがとう。イエーイ。バイキングライス、ありがとうね、ありがとう。パチ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 。4位、なおくん、わー、なおくん、ありがとう、ありがとう、なおくん、愛、ありがとう。パチ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 。3位、りょうさん、
靴ひも結んでくるわ愛しさが満してた？してたかな？ありがとう、今日もありがとう。パチ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 。にぃ、かずくん、かずくん、ありがとうございます。ありがとう。パチ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 。うん、ごめんなさい、今後で言います、後で言いますね。今ちょっと後で言います、後で言います。1位、1位牛丼、パー、絵文字パー、ありがとう。久しぶりのね、1位、久々、ありがとう。牛丼、呼び名も慣れてきました、ありがとうありがとうございました。ではラスト65位、梅昆布茶、梅昆布茶、ありがとう。梅昆布茶、ちゃ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 、ありがとう。梅昆布茶、ありがとうね。はい、皆さんありがとうございました。スマッシュ取る、どういうこと、スマッシュを取る、どういうことだ。10分間に合った、ありがとう。来たけどランキング、ありがとう。山もありがとう。今ミオンさん私のポストに返信してくれた、キャーっていうお話、今、まあ、本当に今リアルタイムでびっくりした。今ドキドキしてるクリームゾーンマシュ、あ、そういうことか、スマッシュ、え、スマッシュでもあり、どうする、どうする、どっちでもいいよ。じゃん、じゃじゃん、終わっちゃった。ちょっとたまにはこの曲も、耳不足でね、あー、勇気、ありがとう。今日もか、ありがとう。愛しさが我慢してランキング、え、ちょっと上手すぎる今の、上手すぎる、そうなの、びっくりした、もうびっくりしちゃったよ、もう本当に。もうミオンさん、ミオンさん、今日お話ししてたかな、朝お昼ぐらいお話ししてた、実は連絡を取ってたよ。ふふふふふふふ、そう、竹内先輩、これ歌って終わりにしようかな。カーブもティクティク、暗くなれば練習が終わる、やっと会える、仲のいい友達も知らないの確かに、わざと遠回りして二人で一緒に帰ること Love you 竹内先輩、二個上の先輩、ドキドキしながらそっと手をつないでる、 Love you 竹内先輩、ホーミー好きなんです、先輩照れてる表情、まるで年下みたい、学校中の女子に人気よ、してチョコレートのお礼に誘ってくれた、ティクティクティクタ、東京の大学に行っちゃった。
私は一人で不安になる。ラビュー竹内先輩、ホーミー私だけ先輩、夢でも見ている、そんな幸せな今日。ラビュー竹内先輩、ホーミー憧れの先輩、隣を歩いてる今が初恋の時、卒業しても忘れられない。ここ多いんだよね。ラビュー竹内先輩、コミニコウエの先輩、ドキドキしながらそっと手をつないでる。ラビュー竹内先輩、ホーミー好きなんです。先輩照れてる表情、まるで年下みたい。学校中の女子に人気よ。はいはい、覚えてた振り、覚えてた、イエーイ。あ、あ、音が。はい、こんな感じでした。いいよ、いいよ。やっぱあれですね。最高ですね。いいね。涙サプライズ。あ、間違えた。なんかあるかなとか思ったけど、でも これ大好き。ボイスガース、明るく行こうぜ。歌いたいけど、歌いたいけど、でも野菜シスターズ、じゃあラストこの曲で歌えるかちょっと分かんない。え、待って待って、いけるかな、いけるかな、いけるかな。楽しい時間って本当にあっという間ですよね。そろそろ最後の曲のお時間となってしまいました。こうして毎日過ごしていると辛くなっちゃったり嫌なこともあるけど、でもそれでも前を向いて歩いていこうという曲を歌っています。それでは聴いてください、夕日を見ているか。あれ、なんかちょっと違う気がするけど、でもこんな感じだった。今日がどんな一日だったかなんて、帰りに時間がいるよね。悲しいことや辛いこともあるさ、楽しいことが近づけばいい。どうだね、明るいや周りの人に心配をかけたくなくて、無理に微笑み続くついて、君だけが抱え込むのやめて。
人間関係は面倒だけど一人では生きてゆけない。人は誰でも弱い生き物だから、お互いに支え合っているんだ。時にはきつい言い方したり、誰かの足を踏んでしまったり、誤解されたり、いろいろとあったけど、いつも希望に満ちている夕日が沈む空歌えなかった。あちゃちゃおちゃちゃのちゃちゃちゃおちゃちゃのちゃ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 おもちゃのちゃちゃちゃ、イエーイ、ありがとうございました。泣けるんご、泣きちゃうね、僕たい、キャー、ありがとうございました。はい、いやー、いらっしゃいました、ありがとう嬉しい。じゃあ今日もお疲れ様でした。本当は今日なんかめっちゃ遅くなる予定だったんだけど、なんか早くできそうだったから早くしちゃった。うん、でも遅かったら多分皆さん明日もお仕事だから朝早いだろうなと思って、申し訳ないから早めに、早めにね。うん、イオシの日を過ぎてしまったけど、イオシだ。素敵、大好き、ありがとう、嬉しい。しっかり食べて寝るのよ。あー優しい、ナナちゃんありがとう。あ、スクショタイム、チャラチャチャチャン、チャラチャチャンチャン、ウインク、両手あごぐ、うん、帽子、うん、竹内先輩、先輩、帽子を7つ抱えてる美容さんに喜ぶめいめい、美容さん、夕日を見ているめいめい、
はい、こんな感じで終わりたいと思います。愛しさ我慢できてなかった。面白い帽子を出た、知ってる、くるりんぱ。難しい、できないものですね。はい、ありがとうみんな。あ、内緒、ありがとう。ぴょこ耳、あ、でもぴょこだからこっちか。ありがとうございました。みんなもゆっくり休んでください。今日で26日連続配信かな、確か26か27か。ありがとうございます、毎日見てくれてありがとう。パチ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 、ありがとうございました。ではまたね、お疲れ様、今日もありがとう、バイバイ。